みなさんこんにちは、ふみです。あみです。ふみあみです。今日は何をするかと言いますと、以前引っ越しの動画を出したと思うんですけど、その続きで今日は家具選びをしたいと思います。引っ越しの時に役立つアプリであったりをみんなにシェアできたらと思います。まず最初に家具選び、家具選びする時って家のイメージからまず決めなあかんくない？うん。ふみも一人暮らしをする前は自分の家を何色にするか、うんうんうん、メインを何色にするかっていうのを一番に決めました。うん。でふみの部屋はメインは白、うん、黒、シルバー、うん、っていう感じです。おお。なんか部屋の色は一番主にしたい色を 80%、 ふみで言ったら白かな。うん。で次セカンドカラーが 15%、 あーシルバーグレーって感じか、うん、ほんで、まあ、ポイントとなるカラー 5% 黒やな。そういう感じがいいらしくて、それを決めてアミは 70% 白、 15% グレー。今で何ぼ85 85 25、あ 10% ピンク、 5% ゴールドかも。あー増え細かまあでもアミの部屋は確かにゴールドがポイントにする言ってたやん。うん。あんまりなんかそれを従ってはないけど、まあ大まかにはちょっとそういうのを家具選びの最初に勉強しました。で次にインスタで部屋ルームとか調べたりして、可愛いなって思う部屋を保存したりとかもいっぱいしました。あとふみだったらピンタレストめっちゃ使いました。一人暮らしワンルームとか、うん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 、Pinterest ってアプリがあるんですけど、うん、それを使っていろんな部屋を見たり、海外の写真もすごい簡単に見れるんで、すごい参考にしました。アミも海外の部屋を基本参考にしてて、だからもう全部英語で調べて海外の部屋を全部見てました。なるほど。ただな、海外の家具可愛いけど日本には売ってないか高いか。だからこういう雰囲気のものを、うん、似たやつを日本で見つける。じゃあ実際にアミとフミが家具選びで使ったサイトを紹介したいと思います。まずな、いっぱい家具メーカーってあんねんけど、アミもう高いとこは一切なし。うん。むっちゃ高いとこ、おしゃれで、うん、まあ大塚家具とか、うん、まあおしゃれかわからんけど老舗、すごい高そうな家具屋さんは可愛いかもしらんけど、もうほぼほぼ見てなかった。その理由としてはやっぱりこう引っ越しをまたするかもしらへんし、今一軒家じゃなくて賃貸を借りるからっていうのもあるんかな。ふみの場合は一人暮らしのワンルームやったから、高い家具を買ったところで持っていけないかもしれないし、次のもし引っ越しした時の家に似合わへんかもしらへんから、ふみも安いのまず、まあ、飽きるしな。うん。だから基本安いってなったらイケア、やっぱ王道イケアさんですね。うん。イケアであったりニトリ、うん、であったりボーヤっていう北欧家具のサイトであったり、あとは楽天市場とかにある、まあいろいろいろんなセレクトの家具を見てました。なるほど。まずイケアの特徴は、うん、安い、うん、でシンプル、うん、なんやけど組み立てが大変、うん、あとやっぱちょっとチャッチーかな、うん、っていうのもあって、もし家具を売ろうって思ったら IKEA のやつは受け取れませんみたいな、あ IKEA の家具は売れませんみたいに言われた。そうなんや。うん、引き取れませんって言われて、ってぐらいやっぱりちょっと脆いっていうイメージなのかもしれん、うん、でもアミラの部屋には全然それぐらいでいい、うん、まあ、だからシンプルに白とかを探してるなら IKEA が一番白はある気がする。出やすい、うん、うーん、白のものは IKEA が多くて、ちょっとナチュラルテイストな木とかの家具はローヤっていうサイトが多かったです。ちなみにふみんちのテレビ台もそのローヤの商品です。そやな、ローヤは結構安くておしゃれなものが多いのでほんまにおすすめです。ニトリは結構質がいいと思う。うん、ニトリのすごい家具だって組み立てできてるやつとかも多いやん。うん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 。だからさ、タンスとかもさ、こうめっちゃロールがついてて、イケアのみたいにずれたりせんとか、うんうん、しない。ニトリは安いし素材もいい、でもちょっとデザインがっていう感じはあるかも。
うん、わかる。まあ、なんか王道、なんか間違いないけど、なんか突起しておしゃれではない。うん、まあ飽きのこないデザインとしてはいいか、うんうん、家具はそういうサイトがおすすめです。うん、うん、大型家具は。あとは楽天とかでも普通にベッド白とかで調べたり、ベッド引き出し付きとかそういうので調べて出てくるやつやけど、ほんまにレビューはしっかり読んだ方がいいと思う。あ、もうレビュー見たらなんでこれがこんなに安いやろうって分かったりとか、高いのになんでこんなに評価が低いんやろうって分かったりするから、ほんまに家具選びの時はレビューを見た方がいい。2日で壊れましたとか、もともと割れてましたとか、全然違う色が届きましたとか、割とみんな苦情を書いてますそれと反対に最高ですとか、ほんま値段以上ですとかも大量にあったりするやつは、あ、やっぱこれいいんやってなるし、レビューもかなり読んでます。なるほど。それから大型家具以外に部屋を彩る小物類、うん、なんかね、あんま大きい家具はすごいおしゃれなんじゃなくて、シンプルなものに揃えたとしても、部屋に置く小物であったり、まあ、オールミラー、うんうん、ミラーとかね、花瓶とかそういうものが可愛かったら部屋のランクがグッと上がるやん、うんうん、そういうのはガラホームとか H&Homeがおすすめです。個人的にザラホームはゴールドのアイテムが多い、うん、多いな、うん、だからすごい高級感があって海外っぽさがすごい出る、うん、ポイントポイントでな、置けるからな、うん、ゴールドは、うん、だからザラホームいいなって思ってて、 H&M ホームは安い、むっちゃ安い。なるほど、うん、IKEA ぐらい。へー、まあ、IKEA も小物はすごい可愛いし安いよな、うん、キャンドルとかな、うん、だからやっぱりそういう小物を買うなら海外のサイトの方がおしゃれかも。うん、なるほど。でも大型家具は日本のやつの方がいいかも。うん、で、あと最後に引っ越しする前に登録しといた方がいいアプリで、この間取りタッチっていうアプリなんですけど、これがすごい良くてな、ふめ、うん、もこれ使ってたってふめに教えてもらったんやけど、部屋のサイズとかを測って全部設置できるんですよ、こうやって。で、このテーブルとかも買う予定のサイズのものにこうやってね、変えれて、家具シミュレーションがな、そうできちゃうアプリで、実際にこれでシミュレーションした部屋と実際に配置した部屋、うん、ギャップはあった？あ、ふみ？うん、ふみはなかった。思ったより広かった。設置して画像で見たら、うん、この幅狭いかな、人通れんかなとか、うん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 、うん、なんかこんなに圧迫感あっていいんかなとか、うん、あったんやけど、実際に置いてみたら全然そんな感じじゃなくて、むしろもうちょい詰めれたなと思った。おー、じゃあ今もうちょい詰めれんのか。こう見たらなんか詰まってるように見えるけど、実際に配置したらそんなに詰まってないと思うで。ほんまにシミュレーションが簡単にできるんで、このアプリもかなりおすすめです。はい、あと1個、フランフラン忘れてた。あ、お前フランフランも結構使ってます。うん、かわいい。でもちょっとやっぱ値段は IKEA とかに比べたらそれはちょっと高いです。だからフランフランは高いけど、高い中でやったら安いかもっていうやろ高いチームの中やったらまあ安い方やけど、フミラみたいな安い家具の中では高い方やな。そうそうそう、小物はそんな高くないから小物は可愛いし、フランフランで揃えるのもありかと思います。なるほど。あと実際に買ったものを楽天ルームっていうアプリでいつも紹介してるんですよ。まあ更新は不定期なんですけど、うん、ほんまに買って自分のコメントとともに紹介してるんで、よかったらそちらのアプリもチェックしてもらえれば参考になるかなと思います。はい、今アミの引っ越しは家が決まり、家具が決まり、家電が決まり、ここまで来ましたで、再来週くらいに引っ越し予定です。また引っ越しが終わったらルームツアーとかもするので、皆さん待っていてください。じゃあ今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画が面白かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。じゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。